カメガシの YouTube ユーザーの皆さん、こんばんぴです。ただいま時刻、深夜5時ですね。深夜5時っていうか朝か、29時ですか。久々に戻ってまいりました、こちらの企画。ちょっと長い動画になると思いますが、プロセカのイベントストーリーをね、僕とご一緒に見るという、もうただそれだけの動画をね、何本か、4本かな、今まで撮ってきましたが、まあ、一旦区切りついたんですけど、まあ、こっからは個人的に僕が、気になってるイベントストーリーたちを、見ていくっていうやつにしようかなと思って、今回レオニード、テンマサキちゃんバナーのこちらのイベントご一緒に、あのイラストからね、沈みゆく、あのイラストのね、まあ、どんな物語を見せてくれるのでしょうか。前置き長くなってもあれなんで、第1話、次のステップ。どうして動画や自撮りアップしても猫動画に勝てねえんと、横目に、イベントストーリーを読んでいきましょう。いちかちゃんの部屋からと。ボーカルメロディーを入力したら歌詞を入れて、早速初音ミクを動かそうとしてる。いちかちゃんから入ったの。あ、喋ってるのか。ああ、ミクが歌ってくれた。なんかもういいもんな。まだベタ打ちだし、曲もみんなで作ったやつで、私がちゃんと作曲したものじゃないけど、やっぱり嬉しいな。まあ、いつかいちかちゃんが作った曲をミクが歌うっていうエモエモのイベントストーリーもあるってことか、これ。よし。次はパラメータをいじって。どんどん調整していく感じか。うん。ちょっと自然な歌い方になった気がする。頑張って調整すれば、あっちのミクみたいにかっこよく歌ってくれそう。ミク見てミクみたいな、そういったことがあるってことか。あとは曲だな。私も一から作曲できるようになってみたいけど。サキちゃんがですもんね、レオニーは。なんかイメージしたものがちゃんと音にならないんだよね。そう考えるとやっぱりサキはすごいな。いただきました。いつも私たちらしい曲を作ってくれるし、いちかちゃんはまるまるすごいな。私が先に歌詞を作った時もぴったり合うメロディーを乗せてくれる。早く私もサキみたいにレオニードの曲を作れるようになりたいな。ミク、練習付き合ってくれる？おお、喋り出すんだと思った。いいよみたいな。っていういちかちゃんの家での物語があって、休日と。制服いいな。それで、サビ前はこれから盛り上がるぞっていう感じを出して。よう見ると本当に部屋全体がお星様でキラキラしてるな。うんうん。これならサビとのつながりもいいし、イメージ通り。この曲で、レオニードのまた新しい一歩を。ベランダとかちょっとまじまじ見たの初めてかもしれない。メールだ。うわあ、もうこんな時間。世界で練習する約束してたのに。うわあ、早く行かなくちゃ。楽譜。教室の世界へ。ごめん、みんな。かわいい、メガ。次の曲のこと考えてたら遅くなっちゃった。目が可愛い。あ、サキちゃん。ママ。すごくいいタイミングだね。うん、まるで狙ってきたみたいだったよ。何が？ん？何かあったの？ああ、ちょうど今シフッチから新しいライブハウスの話を聞こうとしてたとこだったんだ。シフッチ、お前な、今俺が話そうとしてただろ。だって早く話したかったんだもん。誰か言っても同じでしょ。2秒で喧嘩始めてる。二人とも落ち着いて。あの陰キャのカイトさんね。陰キャのカイトさん、ちょっと語弊あるかもしれないけど、レオニードのカイトさんね、内気なカイトさんなんで。新しいライブハウス、それって前に次は違うライブハウスでやるのもいいかもって話してた。あれ、もう場所決まったの？もう次のライブハウス。まったく、来たと思ったら騒がしいんだから。シホッチ、昨
ライブハウスのことを店長に相談したら良さそうなところを教えてくれたんだ。客層とか雰囲気はいつものライブハウスと結構違うけど、レベルの高いバンドが多く出るから経験が積みやすいかもって。まあシホッチが言うなら詰めるんだろうな。というか今のところこのイベントストーリーで沈み、サキちゃん闇落ちみたいな展開全く考えれないけど。ここなんだけど。あら、なんだかおしゃれなフライヤーね。レオニの世界全員揃っとる。本当だ。場所は渋谷だけど駅からはちょっと離れてるみたい。確かこの辺りって暗い路地が多いけど、小さなライブハウスがたくさんあるから夜は結構にぎわってるよね。うん、路上で音楽かけて踊ってる人もいたりして。あれ、終電を逃しちゃった人とか行き場のない人のたまり場にもなってるみたい。まあまあなこと言ってますけど。へえ、眠らない街って感じで面白そうだね。なんだかいつものライブハウスとは結構違いそう。学生いいのか。レベルが高いって言ってたけど、出演者もベテランのバンドが多いの？もしかしてプロの人たちも出てきちゃったりとか？プロの人たちも出てきちゃったりとか？フライヤー見た感じそんなに大きくないところみたいだし、うん、それはさすがに。いや、リンの言う通りだよ。なんだって？プロ？そうなのか。まあ正確に言うと、いくつかの事務所に声をかけられてるバンドがよく出てるらしいんだ。よりさんたちは？しかもそのバンドの中には私たちと同い年くらいの子たちもいるんだって。ほう、はあ、私たちと同い年なのに事務所に声をかけられてるなんてすごいね。うん、純粋にその子たちの演奏を聞いてみたいな。そうだね、聞くだけでもすごく勉強になりそう。のした。確かにそんなすごい人たちも出るところならやってみたいなって思うけど。どうした。そういう人たちと同じステージに立つのはちょっと緊張しちゃうかも。そこまで緊張しなくてもいいでしょう。私たちは一番最初のライブでスタンドアウトの前座をやったんだから。それはそうだけど、割と盛り上がってましたよ。あの時はいおりさんたちのことよりしほちゃんのことで頭がいっぱいだったから。そうだね。ま、実際どうするかは私一人で決めることじゃないからね。ライブハウスが変わればお客さんの求めるものも違ってくるから結構な挑戦になるけど、私はやってみるのもいいと思う。みんなはどう？僕は一応まあいいと思います。私やりたいな。あ、僕の意見聞いてない。さきちゃん、そんなすごい子たちと一緒にやれるなんてすごく楽しそうだし、それに私たちと同じくらいなら友達になれるかもしれないでしょ。いいアドバイスとかもらえるかもしれないよ。さきの言う通りかも。演奏の勉強になるだろうし、私もやってみたいな。おなちゃん、おなちゃんだけちょっと。でも不安な気持ちもわかるから無理しなくても。お、ううん、大丈夫。目がやる気の目に変わった。そうだよね、プロを目指してるんだから。これからすごい人たちと出会ったり同じ場所で演奏しなきゃいけない時もあるよね。怖いって考えないで勉強になるって思って挑戦しなきゃ。ママ、ほなみ、ほな、ママ決まりだね。ママやったー、新しい場所でライブだ。レン君の髪の毛触ってみたいな。お、実はね、こういうこともあるかなって思って新曲のアイデアも出してたんだよ。さすがサキ。そうだったの？新曲作ってたんだ。さすがサキ。さすがサキ、略してさすサキよ。だからそのライブハウスでお披露目しようよ。新曲は目玉になるしもちろんいいけど、ここでのライブ2週間後くらいにしようと思ってるけど間に合うの？割と早かった。大丈夫大丈夫だった。
もう構想は考えてあるし、あとは私の気持ちを乗せるだけだから。かっけえ。あとは私の気持ち乗せるだけだから、かっけえ。気持ちを乗せる。あ、刺さったねこれ。そっか、サキはいつもそうやって曲を考えてるんだね。うん、最初の頃はいろいろ悩んじゃうことも多かったけど、今は私の経験とか今持ってることとかそういうのから考えてるんだ。そうなんだ。経験とか今思ってること、確かに前に歌詞を考えてる時に私もやってたし、次はそういう風に曲を作ってみようかな。なるほどね。よし、気合い入れてキラキラな曲にしちゃうぞ。さっき楽しそうだね。うん。思った。次のライブ成功するといいな。レン君の髪の毛触ってみたいな。ガッチガチなのかなこれ。まだ1話なんだ。ここはこうしてっと。うん、いい感じ。今回は最初からイメージがスルッと出てきてたから曲も固めやすいな。カーテン閉まってる。それにしても新しいライブハウスどんな感じなのかな。雰囲気がいつもと違うみたいだけど、お客さんの反応とかも変わったりするのかな。でもどんな場所でも今回のライブが私たちの曲をたくさんの人たちに届けるための最初の一歩になるんだよね。なんだかワクワクしてきちゃった。あ、そうだ、この気持ちも曲に乗せてみようっと。サビの音をもっと跳ねさせて。めちゃめちゃ才能あるよね多分これ。うん、いい感じ。これはもしかしたら今までで一番いい曲ができちゃうかも。あ、一応終了。まあ一応書き下ろし曲はテラテラですが、初めてのライブハウス、あ、なんか壁にぶつかってそうな。見ます。ライブ当日バックステージにて。うわー、ここから見ると思ってた以上に広いね。もう2週間経ったってことか。じゃあ、うん、それに今日初めて出るバンドあるんだって。どんな曲やるんだろう。やっぱりいつものところとはお客さんの雰囲気が違うね。そうだね。いつもなら開演前のお客さんからは高揚感っていうか、結構楽しみにしてる雰囲気を感じるけど、まあ割とドライな。ここはみんな落ち着いてる感じ、ちょっと影があるっていうか。なんだか少し不安になってきちゃった。大丈夫ママ。私たちの演奏で楽しんでもらえるかな。大丈夫。大丈夫だよほなちゃん。今回の瀬戸りは元気で楽しい曲ばっかりだし。大丈夫ほなみちゃん。ほなみちゃんにはほなみちゃんがついとる。私たちの曲でお客さんをいっぱい盛り上げちゃおう。それな。さきちゃん。さきちゃん。ちょっと楽観的すぎる気がしなくもないけど、その意気込みはいいんじゃない。何より今飛ばしちゃいました、すいません。ちょっと楽観的すぎる気がしなくもないけど、その意気込みはいいんじゃない。何より今回は初めてのライブハウスだし、空気がつかめなくてもしょうがないと思う。でも全力でやれることはやりきろう。全力よ全力。うん。うん。あ、次私たちの出番だよ。いや、2話でライブがあるってことはこれ壁にぶち当たるけどな。数々ストーリーを見てきた僕からすると、2話で何かしら大きなステージに立った時は壁にぶち当たってます。よし、頑張ろうみんな。あ、いつものライブハウスだ。まあでも違うんだろうな。皆さんはじめまして、レオニードです。いつもと違うって感じ、空気で感じたな今。今日は初めてこのライブハウスで歌うことになりました。私たちのことをまだ知らないお客さんにも曲を聴いて元気になってほしいと思います。聴いてください。お、すごいほなちゃん
んのドラムも千穂ちゃんのベースもいつもより勢いがある。私も頑張んなくちゃ。ワクワクした感じを音に乗せて。うまくいってるよね。うん、いい感じ。これならきっとお客さんたちも乗って。はい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 。おい、ライブハウスの客たち、てめえら。あれあれ、どうして。演奏はいつもよりすごくいいのに。いっちゃんの歌もギターもすごくかっこいいのに。どう思う。あんま好みではないかも。お客さんが全然ついてきてない。今までだったらちゃんと聞いてくれた人はいたのに。あ、もう誰一人みたいな感じなの今。きっとまだ一曲目だからだよね。次こそは。2曲目もこの感じか。ちょっとドリンク取ってくるわ。え、どうして。なんでだ。最後は今日のために書き下ろした新曲です。今度こそきっと大丈夫。だって今日ここでライブできることとかお客さんに会えることを楽しみにして作った曲だもん。大丈夫大丈夫だよ。自信作だし演奏もたくさん練習したんだから。あ、なんか思った以上に1話と2話の差がすごいな。メンタルやられてきたわ今。よーし、盛り上げていくぞ。はあ、手を振り上げて会場のみんなも一緒に。はあ、俺こういうノリあんま好きじゃないんだよな。なんて客だ。さっき次のバンドどこだっけ。また新しいやつみたい。一旦出る。なんで。これは今日のために。この曲だったら絶対盛り上がるって思ったのに。これはね、挫折だわ。これはね、メンタルやられます。ありがとうございました。これはきつい。ダメだったよね。お客さんの反応良くなかったね。でも演奏は今までのライブの中でもかなり良かったと思う。じゃあなんでっていう話だよな。ライブハウスが違えばお客さんのニーズも変わって当然だから、必要以上に落ち込まなくていいよ。前も言ったけど、全然知らないバンドのオリジナル曲なんて興味ないって人もいるだろうし。それはそうだけど、でも好みの曲じゃなくてもいい曲だったら聴いてくれるんじゃないかな。今回やった曲は本当に誰にも届いてないみたいだった。特に3曲目。新曲は全然お客さん乗ってくれなかったよね。どこがダメだったんだろう。自信作だったのにな。あ、何？なおさらきつい。すごい歓声。私たちの時はあんなに静かだったのに。どのバンドがやってるのかな。同い年のね。同い年のやつだ、これ絶対。なあ、なんだこいつ。かっこいい。あの子たち、私たちと同じくらいだよね。もしかして、今演奏してるバンドが。まあ、そういうことよな。うん。事務所に声をかけられてる。アネモネ。アネモネ。かっけえ。アネモネ、花言葉なんだ。あの人たちが。今日も来てくれてありがとう。
次は一番好きって言ってくれる人も多いあの曲をやるね。どの曲だ。なんだこの曲のタイトル。アネモネか。この曲、何？胸が締め付けられる感じがする。心臓をギュッてされたみたいな、まあ、ちょっとレベルの差を感じたっていうところか。歌詞もメロディーも悲しい感じなのにすごい。うん、静かなのにすごく引き込まれる。やっぱりサクの作る曲は染みるな。うん、心にスッと入ってくる。あのお客さんたち、私たちが演奏してた時はつまらなそうにしてたのに、すごく真剣に聞いて泣いてる人までいる。わかる気がする。なんでだろう、冷たい感じの曲なのになんだかちょっとあったかくて、聴いてるだけですごく気持ちが楽になる気がする。不思議。聞いてくれてありがとう。それじゃあまたね。ね、この子がサクだよね、多分。サクだよね。次のライブまで待てないよ。行っちゃった。お客さんの反応、すごい。あんなに静かだった会場を、ここまで沸かせられるなんて。サクさん、曲を作ってるのは、あのボーカルのサクさんって人なんだ。うん。どうやったら、こんな曲が作れるんだろう。聴いてる人の心を、ギュッと掴んじゃうみたいな。私もそういう曲を作ってみたい。今みたいに誰かの心を揺さぶる曲を。サキ、あ、これ出会うじゃん。サク、お疲れ。うん、みんなもね。あ、これは聞いてみる感じやな。お話しさせてもらえないでしょうか。キャラ濃くない？サクさん、サクさんキャラ濃くない？バチバチピアス、髪の毛のカラー、服装。サキ？サキ？っていう2話ですね、これは。第3話、届かないメロディー。いきますか。なんか言われそうやな、でも展開的には。アネモネさんのステージ、すっごくすっごく良かったです。私とっても感動しちゃって。そう、聞いてくれてありがとう。かっけえ声してる。はい、じゃなくて、演奏もすごく上手だなって思ったんですけど、曲が本当に心にグッときて、それで私、サクさん、表情、表情筋。どうしたらあんな曲が作れるのか教えてほしいんです。実は私たちもプロを目指してるので、アドバイスとかあったら聞かせてもらえないでしょうか。なんかそう聞いてくるだけでもうダメだよとか言ってきそう。へえ、全然違ったわ。あなたたちもメジャーデビューを目指してるんだ。はい、だから私も今のサクさんの曲みたいに聴いてくれる人の心に響くような曲が作りたいんです。なんか BGM 止まりそう、これ。そう、でも悪いけど曲の作り方はうまく教えられないかな。ほう。私はただ自分の中にあるものを出してるだけだから。オッケー、自分の中にあるものを出してるだけだから、俺も人生で一度は言ってみて。自分の中にあるものを。でもどんな場所でも今回のライブが
私たちの曲をたくさんの人たちに届けるための最初の一歩になるんだよね。あ、そうだ、この気持ちも曲に乗せてみようっと。サビの音をもっと跳ねさせて。さきちゃんも出してるのに。それって私も同じはずなんだけどな。なのにサクさんの曲とは全然違う。どうして同じ作り方をしてるのに私の曲はお客さんに届かないのかな。そもそもテーマが違うからとか。サクさんの曲は悲しい曲で、私のは明るい曲だし。でもそれだけであそこまでお客さんの反応が変わるかっていうと違うような気がする。聞きたいことはそれだけ？もう一つ、サクさんは私たちの曲を聴いてどう思いましたか？さあ大丈夫か？お、笑ってる。可愛いと思ったよ。あおり？本当ですか？え、あおりじゃなくてこれ。でも私の胸に響くものはなかった。あおりではなかったわ。ちょっとサク。2曲目はちょっとだけ良かったけどね。でも3曲目に関しては本当に何も感じなかったな。メロディーラインは可愛いけどそれだけだなって。天然で独白タイプだ。ちょっとそんな言い方。もちろんバンドに方向性はあると思うから、それでメンバーが納得してるならいいんじゃないかな。言ってやれシホピョン、キャラ被ってますよって言ってやれマジで。実際今日聞いた感じの曲でも好きな人は好きだと思うしね。ただここに来てるお客さんはあなたたちみたいな音楽は求めてないと思うよ。だから求められている場所があるならそこでずっとやっていった方がいいんじゃないかなって。なこいつ、もうやめなって。俺がいた今、アネモネのメンバーに俺がいた。 レオギドの皆さん本当にごめんなさい。ほらサク、行く？ああ、うん。それじゃあ、またね。悪気なさそう。悪気なさそうなんだけど、サクさん。これは来るね。サキ、胸に響かない。そんなことないよ。サキちゃんの曲、私は好きだよ。聞いてると。すごく元気になれるし。私は今までのライブハウスのお客さんにもサキの曲はちゃんと届いてたと思うよ。じゃないとファンだって言ってくれる人もいなかったと思うから。演奏していて思ったんだけど、このライブハウスは私たちには合わないかもしれない。ライブハウスがってことか。雰囲気もお客さんの感じもいつもの場所と違ったもんね。うん、私たちの音楽が求められてないなんて言われるのはムカつくけど。言ってやれマジで。相性が悪いのなら今無理をしてここで演奏しなくてもいいんじゃないかと思う。それでいいのかな。え、あ、ごめんねしほちゃん。しほちゃんが言ってることはそうだなって思うよ。サクさんの言葉を気にしないのはここにいるお客さんのことを無視することにもなっちゃいそうだなって思っちゃって。サキ、私はどんなライブハウスでもお客さんに響く曲を作りたい。うん、だからやっぱりちゃんと考えなきゃって思うの。両方正解ですね。今のところしほちゃんとサキちゃん。なんで私の曲はここにいるお客さんたちに響かなかったんだろうって。それはでも今すぐに答えが出そうにないから一回家に帰って考えてみる。それで次こそ
ここのお客さんの胸に響くような曲を作ってみせるよ。さきちゃん、ポジティブ。それなら私たちも別のところを頑張らないとね。そうだね。今回レオニードの課題として出てきたのは曲のことだけじゃないから。アネモネの人たちの演奏本当にすごかったもんね。私ももっとうまく叩けるようにならなくっちゃ。私ももっと勉強するよ。歌も演奏も。うん、まだまだやれることはたくさんあるはず。レオニードのいいところが出てますね今。今日のことはまた改めて反省会しよう。それで全員でやれることを探して、次こそこのライブハウスのお客さんたちの胸に響かせられるようなライブをしよう。しほちゃん、うん、みんなで頑張ろうね。胸に響かないか。今日のライブのためにっていろんな気持ちを乗せて作った曲だったのに。今までのライブハウスではみんな乗ってくれてたから、私の曲はちゃんとお客さんに届いてるんだって思ってたけど、今日サクさんの曲を聴いた時、ここまで心を震わせられるような曲は今の私の中にはないって思っちゃった。私の作ってきた曲には誰かを泣かせちゃうような力はないもんね。でもちゃんと考えれば私にも作れるのかな。あんな風に聞いてくれてる人の心をぎゅっと掴むようなすごい曲が。考える。ダメだよね。落ち込んでても何も解決しないもん。レオニードのためにもちゃんと冷静に考えてみよう。そういえばサクさんは2曲目だけはちょっと良かったって言ってくれたっけ。あー、なるほどね。分析していく感じか。確かに2曲目はいいって言ってた。あの曲は花のちゃんたちに送るために一生懸命考えた曲だったよね。誰かを思って。あ、もしかして誰かのためにっていう気持ちが少しだけ響いたのかな。確かに今回ダメだった新曲も誰かのためじゃなくて、私がこのライブにかける思いとかワクワクした感情を入れてたから。なるほど。そうなるとやっぱり曲を聴いてくれる人のことをもっと深く考えながら書かないとダメなのかな。よし、次の曲はもっと聴いてくれる人のことを意識して作ってみよう。ライブハウスごとに客層が変わってって考えると難しい。今私の曲を聴いてほしい人たち、あのライブハウスのお客さんのことをもっともっと考えてみなくちゃ。はい、込められた気持ち。第4話いきますか。なるほど、難しい。もう俺が経験してこなかった人生観だわ。でもあのライブハウスのお客さんに響くような曲ってどんな曲なんだろう。全く答えが今のところ僕も見つかってないけど、うん、あそこにいた人たちはいつものお客さんとは全然雰囲気が違ったよね。しほちゃんも言ってたけど、開演前もワクワクドキドキっていうよりしんとして落ち着いた空気だったし、うん、ピクシアとかで検索したらどんなお客さんが来てるのかわかるかな。ピクシェアってこっちの世界で言う何なんだ。ツイッターみたいな。検索ボックスにライブハウスの名前を入れてと。英語さしてるみたいな感じか。まあ、ツイッターやな。あ、いっぱい出てきた。プロフィールから辿っていってもライブとか曲の話をしてる人が多いな。東京に来て誰も知り合いがいなかったから、この数ヶ月ずっと寂しかったけど、あの箱に行くと刺さる曲歌うバンド多くて元気出る。
今日も家に一人で寂しかったけど、ライブのおかげでちょっと楽になった。一人っていう客層が、もしかしてあのライブハウスのお客さんには寂しいって感じてる人が多いのかな。そうだとすると、私の曲への反応が良くなかったのもなんとなくわかるかも。寂しい時にワクワクとかキラキラしたものを聞かされても、今そういう気分じゃないんだよってなるもんね。じゃあ寂しい時に聴きたい曲ってどんなのかな。失恋ソングやな。失恋ソング。私だったらなんて声をかけてほしいだろう。一人じゃないよとか、あと、もっと寄り添ってくれるみたいな。寂しさに寄り添うか。そういえば、そういえば、あの二人に曲を作った時も、そういう気持ちを込めたよね。寄り添う。離れ離れになって、寂しくなっても、きっといつかは笑い合えるはずだよって。だって、私たちもそうだったから、二人を応援っていうか、見守るような、そんな気持ちを込めて。サクさんに、あの曲だけは、ちょっと良かったって言ってもらえたんだった。もしかしてそれは、あの曲が、特定の届けたい人を意識して作った曲、だったからだけじゃなくて。だったからだけじゃなくて？寂しさに寄り添う曲、にも、なってたから。そうかも。考えてみたら、サクさんの曲もそういう雰囲気があったよね。寒い日に一人ぼっちでいた時に、誰かと手をつないだ時みたいな、あったかい感じ。そっか。だからサクさんの曲はあのライブハウスのお客さんにすごく響いてたんだ。ってことは、今私が作るべきなのは寂しさに寄り添う曲。うん、見えてきた気がする。やってみよう。一人で解決していってる。すごい子だ。花のちゃんたちへの曲には、大切な人と離れ離れになることへの寂しさを込めた。じゃあ今回は違う形で寂しさを表現してみよう。例えば、本当に一人ぼっちの時の寂しさ。ああ、なるほどね。経験あるのか。サキちゃんは。一人ぼっち、か。過去編いきますね。はい。過去編いきます。それじゃあ、サキちゃん。明日は一緒に頑張りましょう。なるほどね。ああ、そう繋がっていく感じだ。はい。それでイラストだ。星のイラストだ。なるほど。明日、またあの検査か。月に何回かあるけど、痛いから嫌だな。本当にあの時の先生面白かったよね。あ、近くの学校の子たちだ。そういえば収穫旅行楽しみだね。夜とかみんなで抜け出しちゃおうよ。もうそんなことしたらまた先生に怒られちゃうよ。こっそり行けばバレないって。それでアイスとか買ってダラダラしよう。あるある。あの子たち、私と同じくらいの年かな。修学旅行か。いいな。私もいっちゃんたちと行きたいな。なるほど。最後にいっちゃんたちと遊んだの、いつだっけ。もっともっといっぱい話したり、遊びに行けたらいいのに。近くで、サキちゃんの近くで、みんなでいっぱい楽しい思い出作っちゃおうわ。おお。いいな。すっごく楽しそうで。あの時は、そうだったな。みんなと一緒にいたいのに、会いに行くこともできなくて。
よし、あの時の私に届けるつもりでこの寂しさを曲にしてみよう。めちゃめちゃいいと思います、それ。よし、やるぞ。めちゃめちゃいい。普通に感動的な展開だな。 A メロで孤独を描いて、サビの部分で励ますような気持ちを音に乗せて、 G メロはこう、あれ、イメージは見えた気がしたんだけど、なんだろう、このまま作ってもあんまり良くならない気がする。なんていうか、ちょっと薄い。なんでだろう。もうちょっとだけ頑張ってみよう。レッスンスタジオ、いろいろ考えてみたけど、やっぱりこれだって曲は作れなかったな。サキちゃん、大丈夫？あんまり元気がないみたいだけど、昨日ちゃんと寝られた？お母さんだ。うん、大丈夫だよ、ほなちゃん。ごめん、お待たせ。お、いっちゃん、学級委員会お疲れ様。それじゃあ、みんな集まったことだし、昨日のライブの反省会しようか。うん。昨日も言ったけど、私たちの課題は曲と演奏のどっちにもあると思う。だから次のライブに向けてはそこを強化していくしかないと思うんだ。そうだよね。曲については昨日いろいろ考えてみたんだけど、あのライブハウスのお客さんたちの胸に響くのは寂しさに寄り添う曲なんじゃないかなって思ったんだ。寂しさに寄り添う。言いたいことはなんとなくわかるけど、なんでそう思ったの？昨日出た結論ですよね。昨日のお客さんたちの顔を思い出したり、ピクシアで調べた感想とか見てたら、結構寂しいって感じてるお客さんが多いなって。で、そんな人に刺さる曲ってどんなのだろうって考えて、寂しさに寄り添う曲なんじゃないかなって思ったんだ。なるほどね。お客さんの雰囲気から考えたんだ。確かに、さっきの言ってることは当たってるかも。うん、アネモネがお客さんの心を掴んでたのもそういう曲をやってたからだと思うし。やっぱりしほちゃんもそう思う？だから私も次はそういう曲に挑戦してみようと思ったんだ。でもなんかあんまりうまくいかないんだよね。さっきはあんまり寂しい感じの曲作らないもんね。だって元気な曲作ってると私も元気が出てくるんだもん。なんかそれも正解な気がするけどな。でも花野ちゃんたちのために作った曲にはそういう雰囲気があったし、きっとできるんじゃないかな。ありがとう、ほなちゃん。私もね、花野ちゃんたちのために作った曲のことを考えてたの。どうしてあの時はああいう曲が作れたのかなって。それで、それは多分私が二人のことを昔の自分みたいだなって思って、応援してあげたいなって思ったからだって気づいたの。昔の自分？うん、私みんなに会えなかった時ずっと寂しかったから、その時の気持ちを込めて大丈夫だよって届けてあげたいなって。さき、なになになに、あれ、みんなどうしたの？なに？ごめん、あの頃あんまり会いに行けなくて。ああ、なるほどね。寂しい思いさせちゃってたよね。あ、でも今はみんながいてくれるから大丈夫だよ。こうやって一緒にバンドもできて、本当の本当に幸せだから。それはそうかもしれないけど、
謝らないで。本当に何も気にしてないから。そっか。それならいいけど。もう、みんなそんな顔しないでってば。今はみんなといつでもこんなに近くで話せて、ギューってできちゃうから大丈夫だよ。あ、ギューってしてる。さきちゃん、あったかいね。ちょ、苦しいってば。いっちゃんも、ギュー。あの 2D じわるな。じわじわきたな、今の。突進してきたよ。よかった。みんなが笑顔になってくれて。それに、本当によかったな。こうやって、みんなと一緒にいられるようになって。あ、どうしたの？今はみんながいるから大丈夫だよ。もしかしたらこういう気持ちも曲に乗せられるんじゃないかなって思って。なるほど。うん、咲きらしさも出てすごくいいと思う。そうだね。昔の咲ちゃんに寄り添ってるって思ったら、私たちも心を込めて演奏できる気がするな。なるほどね。めちゃめちゃもういい曲ができそうな気しかしないんだけど。うん、なんだか今ならいい曲が出る気がする。みんな話聞いてくれてありがとう。今日帰ったら早速作ってみるね。話聞いたっていうか、ほぼサキが一方的に話してただけだけどね。でも何かのヒントになったならよかった。さきちゃんの新曲楽しみにしてるね。うん、ありがとうみんな。いいですね。今のところレオニードの、まあ、さきちゃん以外の子たちが見舞いとか行けなかった分も曲に乗せれるってところだよね。今の感情の不協和音第5話行きましょう。もう50分経ってんの。ストーリー長いね。動画が申し訳ないが、あと半分ぐらいあります。その夜。今はみんながいるから大丈夫だよ。今は辛いかもしれないけど、未来に楽しいことが待ってるから大丈夫。うん、そうだ、こういう気持ち昨日より全然手応えある気がする。よーし。あれ、どうしてだろう、やっぱりイメージと違う。またあの頃の私の寂しいって気持ちも、今の私の大丈夫だよっていう気持ちもちゃんと込めてるつもりなのに。どうしよう、このままじゃ。ホラー世界行きますね。やっぱり私にはあのライブハウスのお客さんたちに響く曲は作れないのかな。星4ってレオニレン君か。レオニレン君といちかちゃんとサキちゃんだもんな。ダメだ、諦めたら絶対にできなくなっちゃう。作らなきゃ。作るんだ、みんなの胸に響かせられるような曲を。もう一回。ピーキーピーキー。全然ダメ。何個も作ってみたけど、どれも誰の胸にも響かないってわかる。だって私がいいって思えないんだもん。やっぱりまだ上辺をなぞってるだけって感じがするんだよね。なるほど。なんでだろう、イメージは私の中にちゃんとあるのに。どうすればいいのかな。教室の世界だ。はあ、練習後の牛乳は最高だな。こちらはのんきに練習後の牛乳を飲んでいます。うん、秋が持ってきてくれたコッペパンも美味しい。こちらも優雅にコッペパンを食べています。へえ、今度俺も食べてみようかな。また違うのを持ってきてくれるって言ってたし。この子たち、さきちゃんからいただいたもの食べてずっと感想会してるんだ。そういえば、あれから結構経ったけど、さきたちのライブってどうだったんだろう。ああ、なるほど。結果は
聞いてないのか。どうだろう、話聞いてないけど圧倒的男子高校生感すごいな。まあ話がないってことは成功したのかもな。あ、逆です。さっきの新曲ってのも気になるし、今度会ったら聞いてみるか。そうだね。よし、それじゃ休憩を終わり、俺たちもみんなに負けないように練習しようぜ。ん、待って、まだ食べ終わってない男子高校生によくある会話するな。遊びに行こうぜ、まだ食べてない。もう二人とも、さっきだ。ん、さっき聞いてたのか。そうだって黒板のその落書きなんだ。なんでカエル兄さんの頭にひよこが止まってんだ。全然気づかなかったよ。全然おあんた、カイトさん、あんた全然食べてないじゃん。こんなにまだ残ってる、半分以上残ってんのに、レン君は練習しようとか言ってたのか。あ、ごめん、ご飯中だった。大丈夫、もう食べ終わるところだから。だってなんかいろいろ突っ込みたいな。世界の子たちって飯食わなかったらどうなるんだろう。そうだ、さっきたちがやるって言ってたライブの話を聞きたいって話してたんだよ。そっか。うん、さっきなんか妙に疲れてないか。うん、そのいろいろあって。なるほど、ちゃんとイメージはできてるのに、いざ作ると曲がいまいちになるか。うん、頭の中ではいけるって感じがするのに、形にならないのがすごく不思議で。レン君ちっちゃ。それはなんでなんだろう、難しいな。ちょっと聞きたいんだけどさ、そのさっきが考えてるイメージっていうのはどんなものなんだ。寂しいって感じてる人に大丈夫だよっていう気持ちを届けるための曲で、昔の私にも届いてほしいって思いを込めて作ってるんだ。だから昔のことを思い出しながら作ってるんだけど。昔のこと？私が、お、あ、話したくないことなら別にいいよ。俺たちも無理に聞きたいってわけじゃないからさ。彼モテます鏡でレン君、彼モテます。そういうわけじゃないんだけど、あんまり楽しい話でもないからなって思って。私が入院してた時のことなんだ。みんなに会えなくて寂しいなって思ってた時の。入院してた時。そこまで具体的なイメージがあるなら気持ちが乗ったいい曲になりそうな気がするけど。なあ、さっきが作った曲を聴かせてくれないか。何かヒントがあるかもしれないし。なるほど、そうだね。それじゃあ今から弾いてみるね。どうだった。俺はこの曲でもさっきの言ってたことは表現できてると思うの。まあでもアネモネと比べるとっていう話なのかな、これは。うん、俺もそう思う。ただなんていうのかな、気持ちが乗り切ってないような気はした。うん、気持ちが乗り切ってない。さっきの入院してた時のことを元にって話してたけど、それにしてはこう何か足りないっていうか。まあそれに悩んでますもんね、おそらく。多分だけど、さっきが感じたことをもっと出していいんじゃないか。例えば昔のさっきが感じたこととか昔の私が感じたこと。うん、気持ちが乗り切ってないって感じたってことは、さっきの中に
まだ出せてない答えがあるんじゃないかって俺は思うんだよな。例えばまだ思い出せてないことがあるとか、記憶に蓋をしたところを思い出せてないこと、なんですか？何かあるかな。何かきっかけで思い出すようなタイプですね、これは。検査で痛いのが嫌だった時の気持ちでしょ。同い年くらいの女の子たちが話してる時に羨ましいって思ったこと。それからあれ、それからどうしたっけ。もやがかかってる。なんだろう、何かあった気がするけど。何か思い当たることがあったのか。思い当たるってほどじゃないんだけど、なんかちょっとモヤモヤして。やっぱりレン君の言うようにまだ思い出せてないことがあるのかも。じゃあそこを取っていくのがいいかもな。そうすればサキが曲を届けたいって言ってる人たちにも響く曲が作れるようになるんじゃないか。そっか、そうだよね。うん、もうちょっと考えてみる。でもそれが鍵になるんだったら相当大事なことを今忘れてるってこと。何かヒントが見つかるといいね。はい、カイトさんもありがとうございます。あ、カイトさんありがとうございます。飯食べてもらって続き。それじゃあまたね、二人とも。あ、頑張れよ。彼モテますイケてました。うん、さあそれでは暗闇に差す光、もうここなんか大事そうな第6話ですね。思い出せてないことか、なんだろう、何か思い出せそうなものが残ってればいいんだけど。学校の連絡帳は本当に必要なことしか書いてなかった気がするし、メッセージのデータとかももう消えちゃってそうだし、なんか残るものとか書いてたっけ、メモみたいな。なるほど。そうだ、思い出した。そういえばあの時日記つけてたよね。めちゃめちゃ大事そうなアイテムが。もともとは毎日の症状の経過を見るためにお医者さんからつけなさいって言われて書いてたやつだけど、確かこの辺に。あった、すっかり忘れてたけど懐かしいな。結構恥ずかしいことも書いてたような気がする。ねえ、あの思い出の時期は確か13の5月くらいだったっけ。さあ過去編いきますね。遠くの病院に入ることになって、周りから本当に誰も知ってる人がいなくなってすごく寂しかったんだよね。僕この BGM に弱いんだよな。プロセカのこの BGM に弱いんだよな。一人でいると病室が静かすぎて落ち着かなかったからテレビをつけたんだ。そしたらハッピーエブリデイが出てて、いつも通りすっごく楽しくて大笑いして。ハッピーエブリデイ、おや。でも番組が終わっちゃってテレビを消したら私が一人だったことを思い出して、まあありますね、テレビを見る前よりずっと寂しい気持ちになった時、看護師さんが来たんだよね。あのテレビ消した後のな、真っ黒の画面に自分の画面映った時な。ああ、それでその後にあの女の子たちの声が聞こえた。うん、はいはい、まあ、さっきと一緒ですね。修学旅行楽しみ、怒られちゃうような。いいな、すっごく楽しそうで。いっちゃんももうすぐ修学旅行だって電話で言ってたの。私も
行きたかったな。置いてかないで、みんな。私のこと置いてっちゃう。私の体が弱いせいで、みんなとの大切な思い出の場所にいつも私だけいない。私どうしてこうなんだろう。小さい頃からずっと、小学校も中学校も何度も何度も入院して、たまに遊びに行けても無理はできないから、旅行とかにも絶対に行けなくて、勉強も頑張ってるけど、私はいつも病室でみんなに全然追いつけない。声優がすごい。それでも頑張って勉強して、やっとみんなと名字に入れたのに、やっとみんなと一緒にいろんなことができるって思ったのに。なんで、なんで私はみんなと違うの。私だって修学旅行行きたかった。めちゃめちゃ感情出てますやん。めちゃめちゃ記憶に蓋をしてる。部活にも入って、みんなで疲れたねって言いながら帰りに寄り道したりしたかった。そのために注射も痛い検査もたくさんたくさん我慢してるのに、なのに全然良くならなくて、お兄ちゃんにもお母さんたちにもいつも迷惑かけて、もうやだ、こんなのやだよ。どうして私こんななの。どうして、なんで、全然わかんない。私ずっとこうなのかな。ずっと病院の中で一人で高校にも行けなくて、やだ、そんなのやだよ。一人ぼっちにしないでよ。やっとわかった、どうして曲をうまく作れなかったのか。私一番寂しくて一番辛かったことは思い出さないようにしてたんだ。あるよな、あるわ。はい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 。子供って本当に記憶に蓋できるらしいですからね。だって思い出すとすごく苦しくて、それに今のはすごいよ。口に出したらみんなのこと悲しませちゃうから。なかなか言えませんよね今のは。そんな気持ちを曲にしても聞いてくれた人を悲しくさせちゃうしって、知らないうちに思っちゃってたんだろうな。でもサクさんの曲はもっと深いところを描いてた。私が辛くて悲しくて向き合うのが怖いって思ったことをちゃんと曲に乗せてた、そんな気がする。やっぱりサクの曲はしみるな。うん、心にスッと入ってくるよ。わかる気がする。書かなくちゃ、この気持ちを音にしなくちゃ。だい、そう、Aメロはこんな音、連休でみんなが楽しんでる季節、でも私はそうじゃなかった。そうじゃなくて、お願い、置いて行かないでよ。うん。
サキ、調子はどう？面白い形の雲があったから送るね。面白い形の雲。ちょっと美味しそうじゃない？面白い形の雲が送られた。雲？あ、写真が来た。本当だ。なんだか、ソフトクリームみたい。まあ、これだとコーンの部分まで白いから、持ったらベタベタになっちゃうんだけど。冷静な分析。みっちゃんってば、相変わらず変なとこで真面目だな。そっちはどう？晴れてる？こっちは晴れてるよ。雲はちょっとあるけど。あれ？いっちゃん、こっちにもちっちゃいソフトクリームがあったよ。ほんと？すごい偶然だね。これは一緒にいただきますできちゃいますよ。いただきまーす。冷たいから先はゆっくり食べるように。なんだその微笑ましいやりとり。いちかちゃんは W じゃなくてわらで書くタイプだ。いっちゃんも今一緒に空を見てるのかな。なんだか同じ場所にいるみたい。そうだ、記憶に蓋閉じてたからこのやりとりも忘れてたってことか。あの時いっちゃんが私を助けてくれたんだ。ううん、いっちゃんだけじゃない。お兄ちゃんもお母さんもお父さんも、私が辛くて苦しかった時はほなちゃんやしほちゃんだってずっとずっといつも寄り添ってくれてた。私がいるよ、置いてかないよって。それがとってもあったかくて本当に嬉しくて、だから私は大丈夫だって思えたんだ。私が体験した苦しさも嬉しさもみんなに届くように全部音に乗せよう。ここはこんな簡単な気持ちじゃない。もっと深いところまで考えなくちゃ。もっと思い出さなきゃ。あの時の寂しさの奥にあるもっと暗い気持ち。これは星4のさ、特訓後のイラストの沈んでる感じが表現されてますよね。あのイラスト。きっと音にできる。はぁ、ちょっとずつ形になってきた。って、もう5時 ?5 時全く同じ。あるし、ちょっとだけでも寝なきゃ。うん。俺も今、撮影1時間経って、あ、もう6時だけど、5時から撮影始めてまだ6時です、今。朝の。何やってんだ、俺は。でも、そうすると、次作曲できるのは、学校が終わって、みんなと練習した後になっちゃう。うん、やろう。今休んじゃったらこの熱が冷めちゃう気がする。学校に行くギリギリまで思いついたことを書き留めてみよう。それで私の気持ちの全部を思いっきり込めよう。待って、6話でしょ今って。え、違うっけ？ 6 話だよね。長くない？え、6話長くない？みんなお疲れ。さきちゃんお疲れ様。あ、ママなんか気づいたよこれ。どうしたのそのクマ。なんか夜に曲が思いついたみたいで、ほぼ徹夜で学校来たんだって。僕も今日朝9時から予定あるんで、ほぼ徹夜ですね。さきちゃん大丈夫なの？一生懸命曲を作ろうとしてくれてるのは私たちとしてもすごくありがたいけど、徹夜はやめた方がいいんじゃない？僕も思います。僕も今現在進行形で感じてます。徹夜は良くないです。大丈夫大丈夫、明日はお休みだしお昼までゆっくりできるから。それに私、次のライブでは絶対この新曲をやりたいって思ってるんだ。
次のライブで。でもまだいつやるかも決めてないよね。今日提案しようと思ってたけど、私は1ヶ月後くらいがいいんじゃないかって思ってる。おお、いいね。1ヶ月後なら新曲いっぱい練習できるよ。その曲今どれくらいできてるの？実際に曲になってるのは半分とちょっとって感じだけど、頭の中で全体のイメージはできてるよ。それを曲に流し込んでいくだけだから、多分今日中に終わると思う。今日中？でもさき全然寝てないんでしょ？いや、まあ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 、わかりますよわかりますよ。その思いついたその日のうちに全部やりたくなる。そんなに焦らなくてもいいんじゃないかな。今しかなんですよ。でも実際練習のことを考えると、それくらいのスケジュールで動かないと厳しいとは思う。めちゃめちゃスパルタ。いつもの曲ならまだいけてたかもしれないけど、今回サキが作る曲はいつものレオニードのイメージとはちょっと違ってきそうだし、ステージでやるレベルに持っていくにはそれなりに引き込みが必要だと思うから。しほちゃんスパルタ。それはわかるけどでも体壊すよな。私なら大丈夫だよ。ライブが1ヶ月後でも2ヶ月後でも新曲を今日作るのは変わらないと思うし。確かに普通の人が徹夜するのと天間咲ちゃんが徹夜するって全然意味合い変わってくるんでね大丈夫ってなるよな。どういうこと？私は今のこの瞬間の気持ちを曲に乗せたいなって思ってるの。時間をかけちゃうとイメージが薄れてきちゃいそうでちょっと怖いから、だから明日まで頑張るよ。それで曲ができたらいっぱい練習して今度こそあのライブハウスのお客さんの心に響かせちゃおう。みんなもその方がいいって思うでしょ？サキちゃんが頑張るなら私応援するよ。ママ俺この動画で何回ママって言ってるんだろう。ほなみ。ほなみ、ああママ。あんまり無理してほしくはないけど、こうなったらサキちゃんは止められないもんね。それにきっとその方がレオニードにとっていいと思うから。ほなちゃん、志保どうかな？そうだね、やろう。まあ、何回も倒れてるサキちゃん見てるけどっていう。その代わりサキは少しでも体調が悪くなったら絶対に休んで。あと何か詰まったらすぐに私たちを頼ること。それが約束できるなら何も言わない。うん、約束するよ。ありがとうみんな。私頑張るね。これで6話、これで6話ですか6話めちゃめちゃ長かった。作曲この思い出し切るので第7話。頑張らなくちゃ。私も信じて任せてくれたみんなのためにも、お客さんに響く曲を作って次のライブは絶対に成功させるんだ。よーしやるぞー。よし、 A メロのラフはここまでにして一旦この先を詰めてから戻ってこよう。あの病室の時と同じ服か。ずっと同じ体勢だったから肩がバキバキだって。もう2時間も経ってる。集中してるとあっという間だな。ん？誰？兄じゃないか。あ、違った、母親だった。さっき頑張ってるみたいね。お母さんどうしたの？その手に持ってるのって。さっきほなみちゃんが来てね、これを先にって。手作りの親食らしい。ママえ、わざわざ届けに来てくれたの？家近いの？
ええ、咲ちゃんが頑張ってるから私にできることで手助けしたくてって言ってたわよ。いいお友達ね。ほなちゃん。ほなちゃん、あ、まあまあ。もう帰っちゃったんだよね。声かけてくれればよかったのに。あ、あなたの作業邪魔したくないからって。そっか。お母さんも応援してるから頑張ってね。ほなみちゃんのお夜食はここに置いてくから。うん、ありがとう、お母さん。一方その頃、つかさ、ああ違うか。ほなちゃん優しいな。どんなの作ってきてくれたのかな。お、すごい、果物がいっぱいのサンドイッチだ。あ、ほなちゃんのメッセージもついてる。ママ頭を使うと甘いものが欲しくなると思うから、よかったら食べてね。優しいな。写真撮ってみんなに自慢しちゃおうっと。ママ。後でありがとうってメッセも送らなきゃね。よし。ほなちゃんに元気もらったし、この後もがっつり頑張るぞ。時間、形は8割くらいはできてるけど、まだ私の中にあるイメージが再現できてない気がする。これだって今2鉄目入ろうとしてるってことだよね。もっと音を考えなきゃ。あの時の気持ちにぴったりくる音を。ここはこういうフレーズ。もっと暗く、半音下げて。でん。ちょっと近づいたけど、まだ違うな。もっといいコードがありそう。ここだけ蝶々にしたらどうかな。これはこれで浮いちゃうんだよね。あれ、もうこんな時間。30分だけ寝る予定だったのに、3時間も寝ちゃった。あ、僕もイベランの時ありました。30分仮眠取ってくるわ、でそっから音沙汰なくなるのありました。大丈夫、落ち着かなくちゃ。焦ったっていいことないよね。まだ時間はあるから、丁寧に音を探って。大丈夫、進めよう。やっぱり違う。昨日も引っかかったところだけど、こうじゃないよね。ここはもっと寂しさ、ううん、それのもっと先にある絶望感かな。みんないなくなっちゃえばいいのにって、そんな気持ち。絶望感だな、みんないなくなっちゃう。あと一歩なんだけどな。もうちょっとですごく良くなる気がするのに。あ、なんか今ちょっとグラッとしたかも。体調崩れたら。もう今日は休んだ方がいいのかな。無理するなってしほちゃんたちも言ってたし。でも今仕上げないと、今じゃないと音にできない気がする。あれ、こんな時間にメッセ。いっちゃんでしょ。しほちゃんといっちゃんだ。しほちゃんといっちゃん。同じタイミングで送ってくるなんてすごい偶然。運命感じちゃうな。しほちゃんのメッセージは。さき、まだ作業してる？そろそろ悩んでる頃かと思って連絡してみた。必要だったらいつでも相談してね。しほちゃんは何でもお見通しだな。ママ、あ、ママじゃないよ。今ちょうど思いついたことがあるからやってみるとこ。これでも無理そうだったら相談させてもらうね。ありがとうっと。こんな時間まで起きてるなんて、きっと心配させちゃってるよね。きっといっちゃんも。あれ、写真。なんだろう。何の写真だろう次は。
曲作りの進捗どう？気分転換に窓を開けてみるといいかもよ。綺麗な星が見えるから。さっきのところはどうかな？写真と同じ星見える？あ、いっちゃん、こっちにもちっちゃいソフトクリームがあったよ。いっちゃん、ほんと？すごい偶然だね。いっちゃんも今一緒に空を見てるのかな。最強のパーティーだよ。なんだか同じ場所にいるみたい。あの頃と同じだ。体調が悪くなってもみんなからのメッセージをもらったら、その辛さがスーってなくなってって。それが曲になっていく感じだ。これ昔からこんな風に言うことを聞いてくれない体のことがすっごく嫌いだった。だけどみんなが一人じゃないよって励ましてくれた。きっと楽しいことが待ってるよって教えてくれた。だから私は全部嫌になっても憧れ続けたんだ。キラキラした毎日に、これが私の気持ち。当たり前になれなくてずっと寂しかった人の気持ち、それを精一杯届けよう。一人じゃないよ、きっと楽しいことが待ってるよって。そうやって寂しさに寄り添うんだ。うん、大丈夫。もっともっと、この曲はよくできる。私はまだできる。ノーバー、マジでビビった。さっき本当にさ、すごく集中してるな。あ、ホラゲーじゃん今のは。でもこのメロディーなんかいいね。兄さんたち、兄さん方たち。あ、答えが見つかったみたいだな。完成が楽しみだ。あー、いいですね。朝です。できた、私の曲。よかった。みんなにも早く聴かせたいな。って、あれ、もう朝？あ、そうだ、今日はみんなとうちでライブの打ち合わせやるって約束。ピンポンでしょこれ。わかりやすすぎる。フラグが今わかりやすかったわ、立て方が。よかった、みんなが来るまでに間に合って。この曲、早くこの曲を聴いてもらわなきゃ。待ってて、今行くよ。アニメの最終話一歩手前みたいな。ラストですね。いきます、ラスト、最高の一曲を。いらっしゃい、みんな。うん、お邪魔しま…って、パジャマ？お、そうだった。恥ずかしい、今まで曲作ってたから。メッセージ送った後もずっとやってたんだ。ってことは、やっぱり徹夜したんだよね。大丈夫？ママ大丈夫だよ、この通りピンピンだから。あ、そういえばいっちゃんとしほちゃん一緒のタイミングでメッセ送ってくれたんだよ。びっくりしちゃった。それにほなちゃんも可愛くて美味しいサンドイッチを差し入れてくれて本当に嬉しかったよ。ありがとう。喜んでくれたならよかった。口に合ったかな？ちょっと、この家豪邸すぎない？あったあった、合いすぎてずっとほなちゃんに夜食作ってほしいって思ったくらいだよ。それならよかった。でもみんなには心配かけちゃったよね。本当にごめんね。さっきけどね、みんなが私を信じてくれたおかげで新曲無事出来上がりました。本当？予告通りだね、やるじゃん、さき。
褒めるのは曲を聴いた後にしてほしいな。きっとみんなびっくりしちゃうと思うから。すごいハードル上げてるけど大丈夫？大丈夫だよ、それくらい自信あるんだから。じゃあ部屋に行こう、みんなついてきて。あ、さきちゃん大丈夫？ちょっとそんな気はしたけど今ごめん、急に動いたからフラフラしちゃったみたいちょ、ってそれ本当に気をつけなよ、せっかく新曲できたのに倒れたら意味ないでしょ。今日はこの後ゆっくり休んでね。さきちゃんすごく頑張ったと思うから。うん、ありがとうみんな。でもみんなの感想を聞くまでは寝れないよ、早く聞いてもらわなくちゃ。じゃあ聞くね。うん、一体どんな曲になったんだろう俺も気になる、俺もこの1時間半どんな曲が出来上がるんだろうって気になってる。さきの寂しさに寄り添う曲。入りから今までと全然違う。すごい、本当にさきちゃんが作った曲なの？なんだろう、苦しそうで悲しそうな音なのにすごくあったかい。さき、こんな曲も作れるんだ、すごいな。あ、いっちゃんのすごいないただきました。なんかさきちゃんに励まされてるみたい。うん、聞こえてくるみたいだね、一人じゃない、私たちがいるよって。これで終わりなんだけど、どうだった？すごいと思った。本当？寂しい気持ちに寄り添う曲。それをこういう風に表現するとは思わなかった。アネモネの曲で感じたものとは違う。これは先にしか作れない、すごくレオニードらしい曲だと思うよ。大絶賛よ、しほちゃん本当に頑張ったんだね、先ありがとう。うんうん、私の方こそありがとう、私のことを信じてくれて本当に嬉しかった。今回曲を作ってみて分かったんだ、どうしてサクさんに胸に響かない曲だって言われちゃったのか。私まだ自分の気持ちとか感じてたことを深く考えられてなかったんだよね。深く？うん、曲を作るときって本当はもっと気持ちを深く考えなきゃいけないんだと思う。ほらサクさん、2曲目はちょっと良かったって言ってくれてたでしょ。あ、花のちゃんたちのために作った曲だよね。うん、あの曲を作った時は2人のことやみんなと離れ離れになったこと、それと今一緒にいられることの幸せとか、そういう私が届けたい気持ちをいっぱい音に乗せてたんだ。だから他の曲よりもしっかり表現できてたんだと思う。なるほど。でもそれ以外はまだちょっと足りてなかったんだよね。最初は寂しいって気持ちを昔のこともちょっと思い出しただけで分かった気になっちゃってたけど、でもそれじゃまだ全然浅くて薄かったんだ。なんとなくだけど言ってることは分かるよ。この曲からはさきのいろんな思いを感じるから
そう感じてもらえたなら嬉しいな。悲しかったことも辛かったことも嫌だったこともちゃんと全部向き合ってよかった。衝撃だったもんな、あの6話は。サキ、でも私は今までサキが作ってくれた曲も好きだよ。それもちろん私たちのことを考えて一生懸命作ってくれた曲だから。しほちゃん、だからこれからは今までのサキの曲もこれからのサキの曲も大事にしながら活動を続けていこう。うん、ありがとうしほちゃん。私今回のことで分かったんだ。曲作りに大事なのは気持ちにちゃんと向き合うことだって。だからこれからはもっともっと自分に向き合おうと思う。そしたらきっと、ううん、絶対にお客さんに響く曲ができるはずだから。すごいな、さきは。すごいな。辛くてもたくさん考えて向き合って。いっちゃんのすごいな、いただきました。かっこいいよ。私も見習わないとな。本当にかっこいいよ、さきちゃん。かっけっす。そうかな。いざ褒められるとなんか照れちゃうな。さきのこの曲、次のライブの鳥にやろう。え、本当？うん、この曲なら絶対にあのライブハウスのお客さんにも響くと思うから。わー、やったー、楽しみー。それじゃあ早速この曲を練習しなくちゃね。あ、待って、その前にみんなで曲を詰めていかないと。それは私たちでアイデア出しておくから、さきちゃんは今日はもう休んで。それはそう。あ、でも。いやいやいや、さきは十分頑張ってくれた。だからここからは私たちの番だよ、しほちゃん。うん、わかった。じゃあみんなあとはよろしくお願いします。お願いします。それから、おやすみなさーい。お疲れや。48時間。え、ライブまで行くの？じゃあここに、あー、なるほどね、ライブ参加しますよってことか。あと 5% です。はい、頑張ります。はい、次のライブ楽しみだね。サキのおかげでいい曲ができたし。うん、サキの頑張りを無駄にしたくない。絶対に成功させよう。やっぱりその話は遠慮させてください。おー、なんか続き気になる、引き仕上がるね、それ。あれ、この声、サクさん、どうしてもダメかな。さっきの話ってつまり女子高生バンドって感じで売りたいってことですよね。私たちは別にそういうの興味ないんで。事務所の人にスカウトされてるのかな、みたいだね。いや、そういうわけじゃないよ。姉物にしか出せない音楽性や世界観がちゃんとあると思ってる。ただやっぱり売り出し方としてはキャッチーな要素がある方がいいと思って。それなら別に私たちのバンドじゃなくても。そうだ、あのバンドはどうかな。バンド名は、あ、ちょっと忘れちゃったんですけど。レオニードな。デビューしたいって言ってましたよ。ああ。え？ですよね、わかりますよ。ちょっと今のちょっとわかります。サクさん、演奏も聴けないわけじゃないし、曲は可愛いっていうか王道ポップスでいかにも女子高生バンドって感じだったし、そういう路線で売り出したいなら私たちよりもいい線行くんじゃないかなって。悪気ないんだよね、多分。あ、思い出した、レオニードって名前のバンド。しほちゃん、あの子たちならそういう話も受けてくれるんじゃないですか。
これは言ってやれ。あ、いた。志保。ねえ、今のどういう意味？え？ああ、ちょうどよかった。この子たちがその質問に答えて。髪の毛かぶってますよ。そうだそうだ。なんでそんなに怒ってるの？今ちょうどあなたたちのことを紹介してたんだけど。悪気なさそう。あなたたちデビューしたいって言ってたよね。だから確かにプロになりたいと思ってるけど、何でもいいってわけじゃない。私たちは私たちの音楽で評価されてプロになりたい。それはあなたと同じなの。音楽で本当に？前みたいな可愛い感じの曲ならどこのガールズバンドもやってるし、それならそういうバンドとして売った方がいいんじゃない？あなたに勝手に決められる筋合いはない。これ以上ここで話をするつもりもない。すいません、また間違えておっしゃいました。あなたに勝手に決められる筋合いはない。それにこれ以上ここで話をするつもりもない。うん。1ヶ月後またここでライブする。おお、バトルだ。私たちの音楽を軽く見てるのなら音楽で証明してみせる。さっきの言葉絶対に撤回してもらうから。へえ。行こう、いちか。あちい、あちい。あ、うん。あちい展開だ。ふーん。ふーん。エッチじゃん。あ、急にエッチ全量も出てきた。いいね。あ、いい、それは。あそこまで言うんだから、本当にいい曲ができたんだろうな。楽しみだね。観察眼がすごい。はい、ということで、長らく1時間40分くらいですか、今撮影して、まずはお疲れ様でしたですね。あと、さきちゃんもお疲れ様でしたと。まあ、次回の引きも、ものすごく良かったんですけど、まあ、今回個人的には登場したキャラ全員すごく良かったですね。あ、世界行ってレン君とカイトさんのやりとりも良かったし、まあ、何よりも第6話、サキちゃんの過去、今まで描かれてこなかった、そこまで深い根っこの部分をね、まあ、知れたんじゃないかなといった。声優さんも迫真でしたし、サクさん、まあ、最後はちょっとサクさんに全部持ってかれたんですけど、ですがこの1話から、最後にかけてずっとサキちゃんの葛藤が、見れたんじゃないのかなと思います。個人的には、すごく見てよかったなと。うん、まあ、気になってたイベントストーリーだったので今回覗かせていただいたんですけど、なんだっけ、カラフルパレットさんの記事でもね、イラストに関する記事出てると思いますので、まあ、この動画の後にでもね、その記事見る動画更新できたらいいのかなと思っています。皆様の感想をコメント欄に残してくださると幸いです。最後までご視聴ありがとうございました。